栄福寺は、愛媛県今治市玉川町にある高野山、真言宗の寺院。本尊は、阿弥陀如来。四国八十八箇所第五十七番札所。本尊真言、御阿弥陀亭聖から、運後栄華、この世には弓矢を守る八万なり来世は人を救う。三田仏大師道本堂より境内を振り返る、演仏道辞伝によれば、 後任年間順尺に来た空海が、佐賀天皇の直眼により、瀬戸内海の古波海南の兵を祈ってふ頭山山頂でごまともを収しその満願の日に海は、収まり海上に、阿弥陀如来が擁護した。その尊蔵を山頂に引き上げ道具を建本尊として、回帰したと言われている。その後、上岸元年山と、大安寺の行教商人が、宇佐八幡から、 京都山城に文社の男山八幡を創建するため近海を高校厨房風雨に愛子の地に漂着した。商人は、不東山の山陽が山城の男山に似ており、しかも、阿弥陀如来は八幡菩薩の本事物であることから、この山頂の境内に八幡明神を勘定し神仏集合の勝岡八幡宮を創建した。その後、 後輩していたが、源のより地下がこの国の志士となった時に、河野地勝根と共に、国中に、薬師堂49箇所、八幡宮を8箇所を建てたが、京都の男山八幡を参考に、勝岡から現在地に移し造営した当社が、随一であり山内に聖戦があったことから、岩清水八幡宮と合し麓に、阿弥陀堂も構えたが、 中世の戦乱の災いにかかり一時に縁に、登りぬとなる。真面の情報により書かれた、四国ペン霊霊状記によると、変路人は、東から東山に上がり西に下って、現在の境内前を通って、次の札所へ向かっていて、東側山麓にあった、清石寺の修行像がその阿弥陀堂跡に、変路人の寄宿所を建て、その寺が、八幡宮の祭事を取り行っていた。 なお、清澄寺が祭事を執行する以前は、当時が行っていて、長福寺と称したが、後に、則泉寺と称するようになり、完成4年に、堺福寺と改称した。四国天霊明書杖にあるように山頂にあった同社を、中原の堺福寺境内に移築し、現在も使われている、大師堂となった。農協になっていた当時は、 江戸時代後期の農協長によると本村名は書かれず、いよいち国岩清水八幡やわたぐ福寺と記していた。明治初年の神仏分離例で、山頂の本社八幡大菩薩に隣接していた、阿弥陀堂の海中より出現したという言われのある、阿弥陀如来像と本社の前にあった、コンピラ社は、栄福寺境内に移され、別当関係は解消され、神社と、 寺はそれぞれ独立し、札所は、神言寺院だったため当時が引き継いだ。昭和8年以降は、犬に引かせた箱車で、足の悪い15歳の少年がこの寺で、足が治り、その箱車を奉納したという話から、足腰守りのお寺としても信仰を集めている。八幡宮への西からの上がり口付近から右に、入っていく。山門はなく、 右手に手狼があって、折り返し三道を奥に本堂がある。本堂右手前に大志道、その右に薬師堂コンピラ堂栗農協所がある。トイレ2011年に設置されたトイレ設置が日本産業デザイン振興会主催の2012年度グッドデザイン賞を受賞した。国産材のヒノキなどの間伐材として組み立てることができる。 独自の広報として、使用、男子用、女子用、身体障害者用の三棟で、参拝者から評価されている。依頼されたのは、現住職、白川三成の兄で建築家の白川財である。岩清水、八幡宮表口の石碑八幡の八幡神社、言い伝えによると、この神、今治より、辰巳の海岸の衣干しに、海中より上がり、その後、 勝岡に移る。英少年中伊予種源頼近が、それより犬居にあたる八幡山に移した。なお、社殿によると、上岸元年、河野深しみが勝岡に創建し、勝岡八万宮と合したとなっている。道山中には、当社の北に、以下なし神社が、南に、三島神宮神社があり、東側中腹に、当社のもう一つの別当寺であった。 臨在宗明新寺派ホッケさん、清錆寺がある。ありがとうございます。